皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。GGG のこよみんと、アイポンと、みそ汁でーす。よろしくお願いします。おひいさん。おひいさん。あ、ほんとおひいさんなんですけど、私の持ち込み企画でございます。お今入るのですね、性格免許証でございます。おー何ですか、それは。ハニホーさんっていう結構の診断系のね、なんか、うん、なんかゲームをね、いっぱいやってるところがあるんですけど、うん、そこが出してる、今流行りの、もうツイッターとかでもさ、トレンド1位とかずっと撮ってたんですけど、うんうん、そちらのね、中でも一番人気の性格免許証をちょっとやってみたいなと思いまして、おちょっと発表する順番なんですけど、提案いいですか？はい、いいですよ。おそらくこの中で一番個性が少なく普通なんで、私から。あのね、そんなことないよ。やる前から見えてる。私はまだやってないけど、見えてるわ。私は多分普通。エッジが立ってないもん、人間性に。いやいやいや、立ってるよ。何言ってるよ。バカ暴力じゃん。バカ暴力、待てよ、バカ暴力。いいの、バカって言われて大丈夫？やだよ、暴力いいの？まあまあ、合ってる。いいのかよ。ではですね、やってまいりました。私の免許証はこれです。あ、見たい。ダラン。君何も知らないかもしれないけど、うん、特性が4つしかないのはやばいやつ。え、どういうこと、どういうこと。だいたいみんなね、埋まるか。え、埋まるって何？少なくとも2列だよ、ここね。どういうこと、やばくないこれ。やばい。しかも設定された特性変態なんだけど。え、みんな埋まるって何？変態。無個性ってこと、ね、私私の、ちょっとあとジャッパラッと見て、私こんな感じなの。え、めっちゃある。そうそうそう。そうそうそう。すっからかんない。え、やばくない、すっからかんない。中身ないんだけど。徹夜不可って嘘やん。あ、でもね、オールができない。あ、まあ、そうね。絶対ないと思う。何かに没頭はそうだね、ゲームとかね。そうだね。楽観的。え、ちょっとやばいよ、これ。嘘だ。好き、いい匂いの男子でしょ、ウォシュレットだよ。でも、公衆トイレは嫌いなんだよ。絶対じゃねえか。え、でも合ってんの。合ってんだ。あのね、公衆トイレでね、できなさすぎて我慢しちゃう。ただ淡々と安定して生きる。安定して生きる。安定して生きてないよ、この個性のなさはさ。やばいよ。みそ汁さんは基本的に朗らかで癒し系、そして前向きな人です、うん、とても親しみやすく分かりやすく、面倒くささや嫌味のない性格って言ってるでしょ。確かにそうだね、うんうん、ただし少しか心に壁を作りやすく、自分から積極的に人と仲良くなるようなタイプではありません。誰かから近づいてもらうことで人付き合いが広がっていくもと思われます。わかる。ちょっとこれね、グラフが面白いんですよ。グラフが、ちょっとグラフ、ああ普通でしょ。めっちゃ満点、めっちゃ満点ない ね。私普通の人なんだよ。普通だね。うん、活力が上のあれも個性がさ、うん、なくてちょっと怖いぐらい。特性がなさすぎて怖い。私普通なんだよ多分。これね、人に迷惑かけたくない気持ちは1しかないんだね。高しもいいと思ってらっしゃる。かけまくりか、かけまくりだね。そんな心壁でも薄い、薄いんだね。ラブ&ピース、まあ別にその、あの愛と平和はそんなに興味ない。うん、いえ、普通にある。普通にある。え、なんか意外と普通なんだ、確かに。普通だね。でしょ？え、ちょっと特性がなすぎて怖いっていう。え、逆に気になる二人のそんなさ、もう設定方だもん。あー。GDG 内でも。あー、でもどうなんでしょうね。じゃあ誰から行きます？私ツイッターに上げてるの近いですか？あ、どうぞどうぞ。ダダン、見て。見たい見たい。多いんだな。好き、二度寝、こたつ、全裸。あ、全裸で寝てるし。うん。合ってるよね。合ってる。自撮り、夜食、空気を読む、持久走、常識。差別や偏見、自分の性格が嫌い。嫌い、うん、嫌い。空気を読むこと嫌いなんだ。嫌いだね。読んでいただいて、読んでいただいてね。幅広く愛される人気者。おー、認定された特性、もう一つ目から無責任。いい人、ぶれない、うん、三日坊主、うん、高い好感度、うんうん、非論理的、うん、自然体、奇抜な脳内、ノリよし、幸せな脳内、負けず嫌い。え、めっちゃあるね。すごいね。めっちゃあるでしょ。性格、小泉さんは基本的に、朗らかで癒し系。あ、一緒だ。一緒一緒。え、全く一緒だ。全く一緒だね。うんうんうん、全く一緒だ。うん、ちょっと、グラフがやばいんだよね。え、待って、紙飛行機じゃん。やべ、三角だよほぼ。活力なさすぎや。やばくない？自信、無駄な自信。自信、愛情、人望。人望、ドーンってあるから。芸術、へこんでるね。へこんでる。活力なさすぎだよね。やばいね。うん、密かなプライド3。問題解決能力高すぎる。イエーイ。コンテンツ力。うわ、やっぱね、あるんだね。うん、一つのことあんまこだわらないんだね。うん、常識からの外れ具合。4。人に迷惑をかけたくない気持ち。あ、かけてもいいと思ってる。お前ら。お前ら。そして、迷惑をかけつつ、うん、人からは流されない。流されない。鋼の心。やばいっすね。意志の強さ。うん、言論の説得力。でもラブ&ピースが欲しい子だから。おー、おーで、みたいなね。目をかけるでしょ。まあこんな感じですね。奇抜だな。やっぱ奇抜だもんね。奇抜だったね。
じゃあ次アイプ行きましょう、はい、あ私の性格免許証、はい、じゃじゃーん、じゃじゃーん、好きミスド派手な服肌触りのいい服家庭円満優しい味の料理あら嫌い早起きカニの裏側偏差値おっさんの匂い持久走脂身好きなやつはニコニコした若年おばあちゃんあらおばあちゃん埋まってんね思考一思考一で思考星一活力星一やばいねやばいあ芸術と愛情と人望振ってんねやったー0100ですよキラキラ感、うん、非論理的変態三日坊主芸術の徹夜は不可、うん、愛され手際が悪いお人よし自然体無責任柔軟な考えよく読めたねよく読めたね脳内がハッピーな人です単に明るく朗らかというわけではなく凝り固まったことがないですし岡本の価値観も広く認めるところが柔軟で寛容です、うんうん、また心に壁を作らず誰とでも仲良くなりやすい人だと言えるでしょう人によってはアイポンさんを軽薄だとか八方美人と捉えるかもしれませんが気にする人はありません、うん、はいのこかよ、まあ、思考ねえじゃん思考ねゼロゼロえゼロすごくないやばいなえこのお前は人間じゃないんだ頭やばくない振りすぎやろ、ね、愛情と人望と座薬みたいになってんのもっとなんか可愛いのと超えてよ愛情注射やこれ注射やな愛情注射問題解決能力ゼロだわあないねあ一人目かけたないダメだ GGG は本当に常識からの外れ具合5、うん、やばいな許されないすごいラブ&ピースやっぱラブ&ピースさんで5なんだね、うん、すごいね、はい、いやー面白いですよね、うん、2人は個性が型いや、でも変態だから変態だからいやそこしかないじゃん私変態あとね特性がない特性がないのが特性確かに3分の1で無個性って言ったらちょっと少数派だもんねそう間違いないそうなんか受け継がれるものがあるかもしれないよオールマイト的なねオールマイト的なはいはいそんな感じでございました、うん、面白いですね面白かったよかった皆さんもねやってみてください、はい、結果をねぜひ教えていただけたらいいかなと思いますは、ね、はい、はいということで本日もご視聴ありがとうございました、 いただきました、チャンネル登録は下の赤いボタンをまたクリックでお願いいたします、はい、そして、高評価そしてコメントよろしくお願いします、 じゃあまた見てくださいねバイバイ、 バイバイ本日もご視聴ありがとうございましたチャンネル登録してくれましたかえまだですかじゃあ登録ボタンをポチッと押してくださいねあと私たちのツイッターのフォローもぜひよろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょう。味噌汁でした。